じゃあやりましょうか。はい、やりましょう。アビュさん戦士さんよ。アビュさんよ。今まで弱かった俺じゃねえんだよ。なんだか新しいカード買ってきたみたいだな。俺は環境に魂を売ったぜ。何何お前それは今出ているアンティークのストラック。 そして俺は打天使だぜ。イケメン。甘いぜ。超かっこいい。誰もいないぜ、ルシオル入れてるやつ。俺が三積みしてやったぜ。そしてそして、打天使の追放。今まだ手に入ってないので、ちょっと裏側3枚入ってるんで、これちょっと追放ということで、ちょっと、ね、はい、許してください。はい、許してください。あとでちゃんとあの知り合いがくれるって言ってるんで。あ、なるほど。それだったらね。それで、ね、それで。それだろう、代わりにこれで。じゃあ。よし、お互いのデッキを。カットアンドシャッフル。お前これ、どういうことだ？デュエル。デュエルマスターですね。ぴったりだったんだよ。意外にサイズ合うんだね。そうそう、どんな感じでも合いそう。なんかなるほどなるほど。じゃあしゃあ先方向サイコロ振りましょうか。あ、ダイスロールしましょうか。ダイスロール、ダイスロール。よし、俺の高校だ。余裕の高校か。俺の高校だ。俺の先行だ。これよっしゃ。さあどうする。まず俺のターン。召喚。おう、アンティーク系ワイバーの召喚。アンティーク系ワイバーに成功したとき、成功したとき、デッキからアンティークとのついたカードを1枚。なるほど、ってことで。なるほど、アンティークギア、カタパルト。カタパルト。さっき散々やったからこれが強いということはよく分かってるだろう。分かってるぜ。そいつは強いのはよく知ってるぜ。ね、あー、ほんとか。っていうのに変えましょう。打天使の前では無力というところを見せてやる。よし、ギアターンを発動して、うん、カード1枚セット。大変だ。俺のターン、ドロー。うん、なるほど。俺は闇の勇気を発動。2枚ドローし、その後手札から闇モンスターをゲームから除外する。いない場合は手札を全て捨てる。そうだな。じゃあ俺は打天使テスカトリポか。名前が言いづらいこのこいつを。名前がめちゃくちゃ言いづらいこいつを。テスカトリポ。超言いづらい。超言いづらいんだこいつは。こいつは超言いづらいんだ。そしてどうする。ドローしたいだけか。そしてそして打天使インシタム手札効果発動。出たー。打天使手札と打天使カードを一緒に捨てることでデッキから2ドローができる。ずるくない？悪いな。ずるくない？悪いな。こそそして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 セット。セットセット。出せないのかよ。セット。まだだ。出せねえ。闇の誘惑。強引すぎるだろ。強引すぎるぞ。闇モンスターを除外。はい、そしてお前出せねえのか。そしてそしてごめんなさい、これは追放です。追放ということで。追放です。好きなね、打天使、打天使カードを手札に、デッキから手札に持ってこれるという、はい。まあ、こいつの魔法カードバリですね。打天使の階段。これは簡単に言うと打天使モンスター限定の死者蘇生で守備表示で、守備表示固定で特殊召喚するというカード。マジインチキだよ。さらにさらにさらに打天使の階段発動。墓地からどうせスペルビアを蘇生、守備表示。そしてスペルビアの効果、墓地からの蘇生に成功した時、墓地から天使族をさらに蘇生。インシタム、こいつが怖い。さらにさらにさらになんだ、何だ。何かすごいぞ。何かすごいぞ。もう行く、俺は2体のモンスターをリリース。お、出た、打天使ルシフェル。誰も使わないルシフェル。打天使ルシフェルを召喚。相手の場の効果モンスターの数まで打天使モンスターを特殊召喚可能。さあ何を出す。ただしここで下手をすると、そうだ、下手をするとこれは大変なこと。分かってる。これは後の方が良かったことを俺は承知しているんだ。カタパルトはフィールド上にかモンスターが存在しないときに発動することができる。出したかったんだよ。超恐ろしいカードだね。さあどうするかね。そうだね。じゃあ、そうだな。攻撃できるのかな。こいつでいい。こいつでいい。でいい。妥協。こいつでいい。さあどうするね。ルシフェルの効果発動。あ、出た。あの打天使の数までデッキから墓地へ送り、打天使カードの数かける500、2枚なので1000、1000回復か。1000ライフを回復する。1000回復しただけで耐えれるかな。じゃあ行くか。お、来んの、マジ来ちゃうの。テスカトリモか。攻撃2800。どうぞ。1100ダメージか。あ、違う、うん、1100だね。1200ダメージ。1200ダメージ。ルシフェル攻撃力3000。
攻撃ライフで受ける。よし貴様のライフを消し飛ばしてやるぜ。ライフで行けよ。ターンエンドだ。オッケー、ドロー。どうした？よし、どうした？何がおかしい。じゃあ何がおかしい。じゃあフィールドを開けてくれたんで、カタパルト発動だ。フィールド上にモンスターが存在しないとき、自分のフィールド上の魔法トラップ1枚破壊して、デッキからアンティークギアと名の付いたモンスターを召喚条件を無視して特殊召喚で。なるほど。アンティークギアゴーレムも特殊召喚。そいつはバトルフェーズ時のみだよな。そうだな。何か使えないのは。そうだ。いいだろう。どうしますか。まだいいでしょう。じゃあ効果、ギアタウンが破壊されたことにより効果、デッキ墓地からアンティークギアと名の付いたモンスター1体特殊召喚。そいつは今発動する効果は特にない。じゃあなんだ。じゃあどうする。この効果は相手ターンでも発動できる。よし、じゃあ1000ライフを払います。なんだ、どうする。こいつは1000ライフを払うことで墓地の打点子効果が発動できるんだ。何を発動するんだ。俺が発動するのは背徳の打点子。このカードはサンダーブレイクと同じ効果だ。あー、なるほどな。赤い、はい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 、いいんじゃないですか。それだけだ。それだけか。それだけだ。でもまだ俺のターンを続行するわけだから。そうだ。これを先に発動するのはアンティークギアフォートレスを発動。このアンティークギアが召喚特殊召喚されたターンはアンティークギアは効果の対象にならず効果が破壊されない。なるほど。そう、先に発動すればよかったぜ。惜しかったな。惜しかったんだよ。惜しかったな。テラフォーミング発動。やっちゃったな。ガチミスだよ。これもう叩かれるわ、これ。怒られる。怒られるわ。ガチ勢に怒られる。怒られるろ。怒られるわ、これ。怒られる。怒られるわ。怒られるわ。敵アターン発動。いいだろう。いいね。何？戻ってこい、リアクサ。何？さーて、殺戮だ。何？バトル。バトルフェーズには、こいつのバトルフェーズには、モンスター効果魔法トラップ。こいつの場合は魔法とトラップが発動できない。そら。バトルゴーレムで。でも3000か。すごい。殺されるな。相打ちするしかないだろう。そうだな。相打ちだ。これ。してる。リアクターで攻撃。200ダメージ。受けよう。オッケー。じゃあ効果発動。これはこのカードが攻撃したダメージステップ終了時に発動できる。フィールドの魔法トラップカードを1枚選んで破壊する。俺はギアタウンを選択して破壊しよう。ギアタウンの効果発動。やめろ。敵から。やめろ。アンティークギアモンスターを特殊召喚する。やめろ。この野郎舐めてくせえよってよ。やめろ。じゃあリアクターで攻撃。よ3000ダメージ。いてよ。リアクターの効果発動。やめろ。ユーザーのカード1枚破壊できる。やめろやめろ。フォートレスを破壊しようか。フォートレスが破壊された時効果発動。やめろ。墓地からアンティークギアモンスター1体選んで特殊召喚する。強ない。アンティークおかしくない。じゃあ墓地からアンティークおかしくない。ワイバーを召喚。ダメだよ。攻撃だ。ダメだよ。セントダイク。ああ合計6000の、なって、あ、そうか、取ったな。仕込みがの前に、あ、ワイバーンが特殊召喚されて効果発動。ゴミがデッキからアンティークギアカードを1枚、うん、なるほど、買いましょう。なるほど。好きなの持ってこいよ。好きな、俺に勝てるカードをしっかり選んで持ってこないとダメだぞ。まあ、フォートレスでしょ。なるほど。フォートレス持っていきましょう。いいカードだ。いや、待ってよ。その時、ひらめいたリアクターで、うん、こいつを持ってきましょう。ほん、じゃあターンエンドだな。俺のターン、ドロー。すごい。これはさあ、相手ターンになるとこいつらは何もできなくなります。じゃあ貴様の死の時間だ。エイドスを召喚。おエイドスは、召喚に加えてアドバンス召喚をもう一度行うことができる。リリース、リリース、打点子ゼロと。こいつ、あ、まずい、まずい。闇モンスター1体でアドバンス召喚が可能。いや、まずいなこれ。そしてリビングデッドの呼び声。まずいな、まずいな。ルシフェル呼べねえから最高火力のスペルビアを持ってくる。そしてスペルビア墓地からの蘇生に成功した時天使族モンスターを呼ぶ。お前、そしてお前がやりたかった夢ってこんなことなんか。そうだよ。伊達シゼラの効果、闇族モンスターを手札から墓地へ捨て、サンダーボルトと同じ効果だ。総攻撃だー。攻撃だ。
な。嘘だろ、あれ返されるのかよ。どうした、もう一回やるか、マッチでやりたいか。もう一回だ、もう一戦だ。また綺麗に決めてやるよ。